はい、こんにちは。今日は、二つほどの記事を見ていきたいと思いますが、まずね、静岡県知事選ね、あれがね、えー、大村さんと、えー、鈴木さんの一騎打ち構造になってますよね。で、最初は、あの、野党推薦の鈴木さんが優勢だったのですが、最近はね、大村さんとね、なんか競り合ってるんだって、二人がね、っていうのは、 あの、二人ともリニア推進派。で、それを嫌う静岡県民の票が、あの、リニアに反対している、あの、共産党の森さんに流れているのですって。はい。だからさ、下手するとさ、大村さん自民側が勝ってしまう可能性も出てきて、で、静岡県知事選が重要なのは、まあ、その後のね、あの、解散総選挙ね、それにも影響してくる、 重要な選挙が、やはりこのリニアにね、影響を受けているということですよね、リニア問題ね。で、このリニアがね、通る路線が、静岡は少しかするくらいですよね。それでもすごく問題視されてますよね。で あの今、特急なのが、ね、通っている長野岐阜間をこう通ってくるわけですよね、リニアで。でこの記事は、ね、岐阜、岐阜の、ね、水なしというところで、あの井戸の水位が、ね、減ってますというね、はい、これ2月ぐらいから問題になっているらしく、でこれを受けて JR 東海は工事を中断なんですよ、これね、中止じゃないんだよね。 一、うん、回、じゃ中断して、えー、なんかこう、代わりの井戸を設置するとかね、こう、新たな井戸を設置するとかさ、あとはね、その地質をね、もう少し、じゃちゃんと調べますから、えー、じゃあ一回中断します。ってことでね、あとさ、この水を減少させるための薬液を注入する工事を、これも始めたで、だから中断したけれど中止する気はないよね。 うん、続ける気満々なんだなということが、この記事から分かって、えー、でもさ、岐阜県の人、これ家の井戸とかさ、これ使えなくなっちゃったら、これで甚大な問題でしょ、うん、だってこの井戸があるからといって、その家を選んでる人とか住み続けてる人もいるわけで、この岐阜県ね、これ水なしの家庭用の井戸の水位が下がっちゃった。 てるわけでしょうで,で,でトンネル掘削工事が行われている水なしのねこれね大久手町と読みます。で井戸やため池ねため池でも水位が下がっちゃってるってことはこの地域の水位が下がってるってことだよね。でさこのトンネル掘るとかねこの地下を掘るっていうのはもともと あの、旧日本軍が大得意なことだよね。だからさ、なんかその癖がまだ続いているっていうか、でも最初にね、トンネルを掘りまくってた人はね、あの、福井県の敦賀から、あの、伊藤博文がね、トンネルを掘り始めて、で、であの、敦賀や新橋間っていうのを結んだんだよね。で、その、こう掘る技術みたいのは、 まあ、お家芸みたいな日本軍のねでそれが今はその企業に継承されてこの JR とかがその掘削工事みたいのを得意だからなんかやりたくて仕方ないのかななんてね、うん、でも日本ってあの明治維新以降そのトンネルが掘りまくられたわけでそのさ結果はいろんなところで問題が出てるよねってことに リニアの問題で私も気づき始めたのですが、トンネルを掘ることによってね、この地域に及ぼす、のこの井戸水があのあの減っちゃうとかね、それはきっと、ごまかしごまかしやってきた過去があるのかもなというね、はい、そんな風にも推測できる記事ですとね。で、今日はね、ちょっとメインでお話し,したいのが、この都知事選の方ね、都知事選で、 今、注目の石丸慎二さんに対して、泉房子さ,さんはどう見てるかっていうね、私ね、これ知りたかったんですよね。うん、っていうのは、私は、まあ、ゆり子よりまあ1ミリでもマシな候補者が、えー、出てきてほしい。えー、で、まあ、石丸さんは京都大学出てるでしょう。で、学歴詐称はしてないよね。<laughs> で、 高卒の百合子に比べて、知性は上だろうとかね。あとは百合子より30歳も若くて、えー、これいいんじゃないというね、うん。あとはその地方を活性化するためには、東京改革とね、言ってる石丸さん、えー、なかなか期待できるのではないかと思っていましたとか、いましたというか、今も期待はしているのですが、 ただね、コメント欄にね、いや、石丸さんはちょっとっていうコメントを、あのー、いくつか見つけあの、見つけます。はい。それはいつも、あの、冷静でとても秀逸なコメントを書いてくださる方々が、石丸さんはね、っていうね、そのコメントをくださるので、私もその石丸さんに関しては、 結論は出してないっていうかね、まあ、誰に対してもその結論なんてそうそう出せるものではないのですが、ただ事実を事実として、あのいろんな方の,あのご意見を聞きながら、この石丸さんっていう人物をね、えー、観察していきたいなとは思っていて、そこで、この泉房子さ,さんね、明石市で12年間、 あの、市長を務めて、議会とも戦い、で、目に見える効果を、明石市で達成して、で、全国的に有名になり、で、そっから明石でできたこと、縦展開したものを今、全国に横展開へという、 この思想を持っているね、赤、あのー、明石市長のだった泉さんが、えー、同じくね、この市長経験者の石丸さんの都知事選出馬に関して、えー、どういうお考えをお持ちなのかというのは、まあ、とても興味深いです。はい。で、早速、えー、見ていきましょう、えー。今、弁護士として紹介されてるのかな、泉さんね。この日刊スポーツはね、泉さんが20日 X で、 えー、この都知事選に出馬した石丸さんのスタンスに疑問を呈した。まあ疑問を呈したって言ってるのは、あのー、この日刊スポーツであるから、えー、まあどういう内容になってるのかね。これは、えー、泉房穂さ,さんの、これはポストそのものですよね。はい、これを見ていった方が早いと思います。はい、東京都知事は、はい、こっから泉さんのね、ポストです。 都民と東京のためにベストを尽くす立場であって、地方のための立候補、うん、これ地方だよね、地方のための立候補は違うと思う,うあ。まずね、東京都知事とはっていうところでね、都民と東京のためにベストを尽くす立場、はい、だからその地元の人のために、まあ、その人たちの え生活を良くするとかね。はい、あの、だから都民を見ているのが都知事であるっていうね。はい、で、地方のための立候補は違う。あ、そっか。あのー、石丸さんは地方を良くしたいから、えー、都知事になりたいって言ってるよね。だからそれは、ちょっと違うよとね、泉さんはね。はい、えー、で、明石市長として、 3期12年間、明石市民と明石のために全身全霊を捧げてきた、はい、だから市長とか都知事というのは、まあ、この住民に対してサービスをするっていうかあの、身を捧げるね、そういう立場の人ですよということを、ここで泉さんはまああの定義しているわけで,で、ちょっと厳しいこと言ってますね。 決めの途中で投げ出すことも疑問だ。そうかまだこれ任期が終わってないってことだよねだよね。島田さんはねうんだから1期目の最後の方だけれどもまあ、途中だとねでそこで <laughs> ま投げ出したように <laughs>、えー、泉佐野さ,さんに見えるってことだよねで、はい、続きねで秋高田市の市民は納得しているのだろうか。 はい。私もね、ここはちょっと気になっててね、この秋田方市の市民に、あの、応援されてる人なのかどうかなっていうね。はい。だから、泉さんは、あの、えー、暴言で一回市長を辞めても、その市民から愛されても、とにかくもう一回やってくださいっていう、もう市民の力で、あの、もう辞めたくても辞められなくて、 <laughs> 12年をね続けたっていうか和、まあ、泉さんの頭の中でも12年間ぐらいないと、うん、この姿勢を変えられないっていう思いもありでその途中で一回辞、ね、めざるを得ない時もあったけれども市民の応援で返り咲いて和泉さんの当初の予定通り12年間やりきれましたっていうねそういう立場の人であの市議会からは 市議会とは対立,され対立したり嫌がらせを受けたけれども、えー、とにかく市民の応援でここまで来ましたというねそ,こそのスタンスはもうずっと変わらないというか、まあ、そういう人なわけですよね泉さんはね、はい、市民の応援がある人、はい、で市民が納得のいくことは市民の希望を実現するという目的でもう走り回ってた人が泉さんなわけで。 その人から見て、えー、じゃあ石丸さんの場合、秋高田市の市民は納得しているのだろうかっていうのは、えー、この一期でも十分でしたよとかね、十分よくしてもらったとか、ああ、もうやり残したことはないから、えー、都知事選どうぞっていう形で、<laughs> 市民は持っているのだろうかということですね。はい、えー、勉強になりますね。で、フォロワーからね、 えー、議員の任期途中での転身に聞かれると、えー、これ議員の場合だよね。だから市長とか都知事の場合ではないよね。この質問はね。で、それに関してね、ちこ,この辺を読んでいきます。えー、市議から県議、えー、県議から国政へと、1期目の任期途中で挑戦することをどう考えるのかお聞きしたい。 という質問を泉さんが、あの、X のフォロワーから受けたってことね。うん、だからこれはあの、市長が都知事に転身するっていう場面では、えー、ないよね。で、確かに市議やって、えー、それを踏み台にして、任期途中で、はい、次、県議、はい、次、えー、国政へという人はいるよね。なんかそれがスト、ステータスを上げるみたいに、まあ、勘違いしている人がいて。 任期 <laughs> 途中でも、次の選挙があれば、投げ出してそっちに行く人もいますが、それについてどうお考えですかという質問をされたんですね、泉さんがね。で、それに対しては、議員は合議体のメンバーの一人です、ね。だから、市議とか県議とか国会議員ね。 はい、議員っていうのは、議会の、議会という合議体のメンバーの1人です。はい、が、それに対して、市長ね、市長っていうのはあれでしょ、市長とか県知事とか、あの町長とか区長とか、そういう人のことだよね。で、でそういう市長は任期中に、1人でその自治体と市民に責任を負う立場です。 はい。だから、議員と市長っていうのは、えー、もともと立場が、えー、全然違うってことだよね。市長は一人でね、市長一人で、その自治体、だから、明石市なら明石市秋、秋高田市だったら秋高田市、東京都なら、東京都と、えー、そこに住む市民に責任を負う立場ですというね。 はい。だから、合議体のメンバーの一人ではないとね、市長はね。で、議員の転身に関してはイエス。はい。だから、市議から県議とか県議から、えー、国政への転身は、えー、泉さん的には、まあ、それッ OK でしょうとね。はい。だけど、市長の投げ出しはノーはい。で、それはやっちゃダメだよね、というのが、泉さんのスタンスですと、主張されてます。はい。 なんか、勉強員ならね、私は、あ、そうか、そういうことなんだな、とね、はい、ちょっとクリアになってきた点が多々あります。で、自身の市長時代を振り返りね、泉さんの、だから、石市長の時代を振り返って、赤石市長の3期は、12年間のうち、 あそうか4年で1期だからさっき4期って言ってたかなあの3期で12年だったんでね泉さんはね1期4期ね12年間のうち最初の数年は種まきの時期、はい、最初のね56年くらいはとにかくもう議会の反発が強いつまりあの今までその理系を握ってた人の抵抗が ものすごかったから、なかなかその市民のための政策っていうのが実現できなかったってことを泉さんはあの本で書いてますよね。だからその時期は、あの泉さんも最初の数年は、まあ、種まきとね、みなしていました。で、その後、ね、種まきをしたから花が咲き始め、実がなったのは最後の段階だ。はい。 だから3期12年間の、まあ、最後の方で、やっとその結果が出てきた。ね。だから人口が増えたり、まあ、これ人口が増えるっていうのが、その目に見えての結果だよね。ああ、明石市は暮らしやすいなと思って、若いカップルが、あの、転入してきたわけでしょ、明石市ね。で、そうするまでには、その種まきがあり、えー、ね、12年という、 そういうい月日が必要だったのですよとねでそして明石の町は私がいなくてももう大丈夫との思いで市長を退任した、はい、だからこの時も市民は「もう辞めないね」とか泉さんが市長をやってるから引っ越してきたのに無、えー、責任だとかの市民に <laughs> もう羽交いじめ状態で。 もう辞めさせてもらえないような状況だったのですが、じゃあ私が続けていた政策は、あの、ちゃんと、ね、続けられるように、その公認も泉さんがちゃんと選んで、新しい市長も決めて、えー、その人がのとう、ぶっちぎりで当選しましたよね。あの、女性の人がね。で、そこまで市民のことを考えて、まあ、やりきって、 で私が尊敬するこれ泉さんのがね泉さんが尊敬する先輩市長たちも「10年は必要」と口を揃えて言っていた私も同感だ大、はい、泉さんは12年間やりきりましたがやっぱり他の人たちね先輩する市長だからだからその自治体で。 ちゃんとあの、市民の方を見て、この、身を結んだ人たちってことだよね、きっとね。そういう市長さんたちも、10年はね、必要。結果を出すためにっていう意味でしょうね。はい。10年を、10年は必要と、口を揃えて言っていた。で、はい。で、石丸さんは、 えー、17日の会見で、えー、この出馬を表明して、はい、その時にね、ちょっと、ね、何を言ってたかね、もう一回ここで見てみますと、ここからはね、石丸さんの発言内容です。えー、大前提ですが、秋高田方市長をまだまだ続けたかったという思いは、先日の市の、えー、臨時会見でお伝えした、えー、通りです。 えー、ただ、それでも優先してやらないといけないことがある。それがこの度の選挙です。選挙への挑戦です。と述べた、はいえー、続きね、これ石丸さん発言続きね、市政ね、市、え、政、ー、はもういいから次に行くなんて軽々しい話ではないんです。と国を指した上で、日本の人口減で多くの自治体が、 消滅危機にあることを指摘して、一番大きな力を持っている東京と、ここを動かす必要があると訴えて、多分この部分を泉さんは、あの、地方のために、えー、都知事選に出るっていうのは、えー、そ、それは、あの、違うんですよってことを最初の方でね、ここで言ってますね。地方のための立候補は、 違うと思う。だから、秋田た形を、主もよくしたいから、東京都知事選に出るっていうのは、そもそも、あの、市長としての役割ではないですよっていうか、ちょっと勘違いしていませんかということを言いたいのでしょうね、というね。はい。で、この日本の人口減少問題に問題意識を強く持っている石丸さんの その価値観はね、私はいい、とてもいい素晴らしいと、価値観っていうかその着眼点ね、問題意識は素晴らしいと思うのですが、まあその手段として東京都知事に出るっていうのは、えー、それはちょっとあの、方法を間違ってるのではないかなということが、この泉さんのね、えー、ご指摘から、 ちょっとクリアになってきましたというね。はい、えー。でもね、でもねっていうか、まあ石丸さんもこのね、日本の人口減少じゃなく地方のね、地方の衰退に対する危機意識は、まあずっと持ち続けて、まあ何らかの形でね、政治に携わっていってほしいなとは思ってますよ。はい。えー、でもね、 あのーえー、まあ、でもねっていうかね、やっぱり国民の役割は、えー、まあ、政治家ね、候補者でも、あと政治家になってっから彼でも、えー、最初の目的とだいぶ違ってきちゃう人っていっぱいいるよね。<laughs> えー、小池百合子さんも最初は自民党との対立を鮮明にして、それが受けて都知事になったのに、 今自民党とべったりじゃんとかね。そんな風に変わってしまう人が多々いるから、まあ誰に関しても、まあ監視の目を光らせていなければいけないなっていうね。はい、えー、そんな感じです。はい、またやります。ではまたバイバーイ。